助けたわけじゃないからね。迷惑なんだよね。私のそばで面倒起こされちゃ。思った通りだ。他人にも自分にも興味なし、心なんて邪魔くさいものは捨てた。 生きてることに意味なんてないだから、息をするのも体を折るのも同じ。でしょ？若いうちはそんな風に思ったな。金と引き換えにどんどん自分をなくして、気づいたらこの世界から身動きできなくなってた。 いつかは自分を騙すのにも疲れてくるんだよね。あんたそれでもいいの？関係ない。関係ないか。<笑>だよね。でもそんなあんたが必死になって友達助けるのは何でかな。 どこにいるの？渋谷丸山町。あの時の誰か一人でもちゃんと向き合ってくれる人間がいるならまだ間に合うよ。私みたく顔なし女になっちゃう前にね。 住んでんの？ なんか今日会ったばっかで押しかけちゃってバレ迷惑じゃなかった？いや、僕ももっと話したかったし、親父と二人暮らしなんだけど忙しくてめったに帰ってこないから。どうぞ。お邪魔します。僕の部屋は廊下の突き当たりの左、あそこね。 先行ってて、コーヒー入れてくる。わかった。
Mayu? その女は人間の皮をかぶった化け物さ。君に危害が加わる前に一刻も早くそのことを伝えたかった。だからごめんね、こんな騙すような真似して。え、どういうこと？アユのこと知ってるの？ああ、妹なんだ。見せてごらん、ほらね。やれ。もしもし、ケンジ？俺もだよ。何が？金返せね。ケンジ？どうしたの？すまん、こいつ自爆しやがった。勝手にケリをつけちゃ困りますね。地獄に請求書が届かないでしょうが、こういうのがあるから困るんだ。その女は人間の皮をかぶった化け物さ。アユ、君は何も信じず一人で生きてきたんだね。でも君はもう一人じゃないんだよ。Deep love.